史上少ない。いや祈るねえ教えて答えて、あなたのこの涙は何のために流しているのだ。もうどれだけ高さの疲れ泣いているの、誰にも聞いてくれないのかな。午前時点ありきたりなおまじない、涙を止めたら願いが叶うんだ。肖像の見てるのかの中、手紙を入れると目に書いた返事来るんだって。ねえ教えて答えて、あなたのその涙を止めるにはどうしたいのか。のまま答えないとダメだよ、ほらだって嘘にされちゃうから。ため息つけれても勇気ない。ずっと一人きりだから、それ答えているから。